出会いがそうだったんだな。そうだ、あの出会いがそうだ。あの出会いは命かけて月まで来たのに目的も果たせずに帰らなくちゃならんという出会いだったんだ。そうだ、貴重な残り時間に記念写真なんか撮るから肝心なダイヤを掘る時間がなくなったじゃないかという出会いだったんだ。5分前。ん、何の声だ。コンピューターだ。来る時は手動だったが帰りは自動操縦なのだ。なんだと。くそ、みずみず手ぶらで帰れるか。ゴリラ君、ダイヤ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 、ゴリラ君もう時間がない。あと3分です。おい、あと3分しかないぞ。うるせえ、ダイヤが出なかったらこの穴にてめえを埋めて帰るからな。どうしたゴリラ君。何か変わった石が出てきた。何、うん、これはまさしく本物のダイヤ。やった、本当に月にダイヤはあったんだ。やはり私の考えは正しかった。よし、もっと見つけてやるぞ。しまった、出発時間か。いや、ティータイムの時間だ。なあ、紛らわしいことするな。私はカモメ。遥か地球を眺めながら飲むロシアンティーはまた格別だな。ああ、シベリア鉄道から見たモスクワの夜明けを思い出す。け、テレビで見ただけだろうが。なんだ、今度は3時のおやつか。いかん、ゴリラ君、出発のベルだ。なに、くそ、紛らわしいベル使いやがって。早く早く、ゴリラ君。こんなところに巨大なダイヤが。